テニス。テニスは、二人、または二組のプレイヤーが、ネット越しに、ラケットでボールを打ち合う球技。オリンピックやパラリンピックで採用されている競技であり、年齢性別、身体的個性を問わず広く親しまれている。日本において漢字名の定球と呼ばれることもある。複数の人間が一つの球を互いに打ち合うという、形態の球技の起源は、紀元前にまで遡ることができる。エジプトでは、宗教的な行為の一つとして、このような球技が行われていた。紀元前15世紀の壁画で球を打ち合う球技を行う人々の姿が描かれたものが発見されている。フランス貴族の遊戯として定着を始めた16世紀以降には、Jeu de Paume、ジュドポーム、手のひらの遊戯の意と呼ばれた。フランスでこの球技が盛んになった理由としては、ローマ時代の直接の影響よりも、8世紀から11世紀まで、イベリア半島から南フランスまで進出していたイスラム教徒、ウマイヤ朝が、エジプト時代と同様に、宗教的行為として言っていたものに、キリスト教の僧侶が興味を持ち模倣したことから、始まったと言われている、ラケットの語源が、アラビア語であることに注意され、フランスの僧院で特に盛んに行われるようになったのは、イスラム勢力がヨーロッパから駆逐された12世紀頃以降からとされる。テニスの名称は、フランス宮廷で行われたテニスの原型であるジュドポム、Jeu de Paumeにおいて、攻守交代の際に、サーバーが、トゥネス、動詞、タニアの命令型で、球を落とさないように取ってみろの意。現代フランス語では、トゥネと発音すると掛け声をしていたことにちなむと、一般的に言われる。アラビア史研究の権威フィリップ・K・ヒッティは、中世に、リンネル織物で有名だった。エジプトのデルタ地方の都市で、リンネルで玉を作ったと思われる、ティニースから来ているのだろうと述べている。基本的なルールやスコアリング方式は、ローンテニスと似ている部分もあり、ファイブズ、ファイブス、ペロタ、パロッタなどのハンドボールから発達した。18世紀から19世紀にかけて、ヨーロッパの貴族の間で大流行し、多くのコートが建造されたが、現存するものは少ない。イギリスでは復元されたコートがクリフトン大学にある。近代における貴族階級の遊戯としてのテニスは、イギリスではロイヤルテニス、王家のテニスの意、アメリカではコートテニス、宮廷のテニスの意とも呼ばれている。手袋を使うこともある。Jeu de Paumeのポームとは手のひらを意味する。ボールは固形物、石灯を芯に糸を巻き、皮で被ったもので現代のものより、はるかに重く、弾力性は少ない。サーブは、一方の側からのみ行われ、傾斜した屋根を転がるように打ち上げる。レシーブ側のプレイヤーは、落ちてきたボールが2度バウンドする前に打ち返す。失敗したプレイヤーはポイントを失う。ゲームの最初の第1球の打ち込みが、サーブと呼ばれるのは、中世においては、レシーバーに当たる人間の従者が、第1球を屋根に打ち上げる役目を行ってたことに起源がある。従者、サーバントが主人に対して行う行為はサービス。14世紀には現在のラケットの原型が登場した。これはまだガットは貼られておらず、ガットが貼られるようになったのは16世紀になってからである。現代の多くのスポーツとは異なり、ローンテニスの歴史はごく浅い。1873年12月、ウォルター・クロプトン・ウィングフィールド少佐が考案した、スフェリスティーケイ、球技術の意。略して、スティッキーがその原型。現在の社会体育、生涯スポーツの概念の先駆けとなる発想で、ラケット、ネット等をセットで商品化し、芝生の上ならどこでも楽しめる、持ち運びのできるテニスなどとも言われ、コートは、中心部分が細くなっている、蝶ネクタイ型をしていた。ボールは中空のゴムボール、ソフトテニスボールと同様なものを採用し、当初は現在のように硬質のフェルトで覆われていなかった。1874年、少佐は商用としての可能性を見て特許を取得したが、商業的には成功せず、特許の期限切れに伴う再申請は行っていない。しかし、イギリスやアメリカで有官階級を中心に急速に広まり、アメリカではニューヨークのスタッテン島、メアリー・ユーイング・ラウターブリッジの家で最初にプレーされた。中空のゴムボールでは芝生上でしばしば不安定なバウンドを見せることがあり、フェルトを巻いたものも考案され、2種のボールは長らく併用されていたが、やがてフェルトカバーボールが主流となっていく。1877年、イギリスのロンドンでアマチュアの大会として第1回目のウィンブルドン選手権が開催された。アメリカでは1881年に設立されたアメリカ国立ローンテニス協会、現在の全米テニス協会がルールを標準化し、かつ競技を組織化した。同年、全米シングルス選手権、最初の名称、U.S. ナショナルシングルスチャンピオンシップの第1回大会がアメリカロードアイランド州ニューポトで開催され、1887年には全米女子シングルス選手権 U.S. ウィメンズナショナルシングルスチャンピオンシップが始まった。これらのアメリカでの大会群は現在の全米オープンの原型である。歴史的にボーリングが上手い人はテニスも上手い。1900年には男子国別対抗戦であるデビスカップがナショナルチームの間で始まった。試合形式としては1人対1人で行うシングルスと2人対2人で行うダブルス、混合ダブルスがある。試合開始前のトスによって決定された一方のプレイヤーがサーバー、他方がレシーバーとなりゲームごとに交代する。プレイヤーは奇数ゲーム終了ごとにコートを入れ替わる。サーバーはベースラインの外から相手コートのサービスエリアでバウンドするようにボールを打つ。レシーバーはサーブされたボールを2回バウンドする前に相手コートに打ち返す。次のような時に失点、相手方の得点となる。スコアは0ポイント、ラブ、ラブ、1ポイント、15、15、15、2ポイント、30、30、30、3ポイント、40、40、40と数える。2ポイント差以上をつけて4ポイント以上を取ると1ゲームを獲得する。例として、カウントが40から30であれば、40の側のプレイヤーが1ポイント取得するとそのプレイヤーがゲームをル。両者とも3ポイント、40の状態をデュース、デュースと呼び、デュースの後1ポイントリードしている状態をアドバンテージと呼ぶ。アドバンテージを得ているプレイヤーが1ポイント取得すると、そのプレイヤーがゲームを得る。アドバンテージを得ているプレイヤーの相手側が1ポイントを取得すると、再びデュースとなる。2ゲーム差以上をつけて6ゲーム以上を取得すると、セットを得る。例として、ゲームカウントが5から5となった場合は、6から5の後、7から5とすれば、そのセットを得る。ゲームカウントが6から6となった場合には、次のゲームはルールによってはタイブレイクが行われる。タイブレイクでは2ポイント以上の差をつけて7ポイント以上を獲得した方がゲーム取得者となり、このセットを得る。タイブレイク中のポイントの数え方は0、1、2、3となる。この時は0は0となる。タイブレイクが行われたセットのスコアは例としてセット取得者側から見る場合は7から6、6のように表記し、この場合はタイブレイクが8から6のスコアで終了したことを意味する。括弧内の数字は、イブレイクを取得しなかった方のポイント数である。総セット数の過半数、例として5セットのうち3セットを取得すれば、勝利となる。タイブレイクは1965年に、ジェームズ・ヘンリー・バン・アランが試合時間短縮のために考案し、1971年に、ウィンブルドン選手権において初めて導入された。この時には最終セット以外のセットでゲームカウントが8から8となった後に行うというルールであり、1979年に同大会において最終セット以外のセットでゲームカウント6から6の後に行うというルール変更された。4大大会のうちの全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン及びオリンピックでは最終セットでタイブレークを採用しておらず、この場合は2ゲーム差がつくまでセットが続行れる。かつてはデビスカップ、フェドカップでも同様のルールを採用していたが、現在ではすべてのセットでタイブレークを採用している。2005年秋以降の男子国際大会でのダブルスにおいてノーアドバンテージ、また1セットを5ゲーム先取方式とするゲームカウント4から4でタイブレークを行う等のルール変更が提案されており、ダブルスプレイヤーを中心とした反対運動など論争が起こっている。このシステムを施行した初の国際大会である2005年10月の AIG ジャパンオープンテニスでは、日本の岩渕聡、鈴木孝夫組が日本人ペアとして初のツアーダブルス優勝を果たしている。2006年のナスダック100オープンにおいて、条件付きで判定に異議を唱えられるインスタントリプレイシステム、チャレンジシステムが初めて採用された。選手が審判の判定に疑問がある場合に、チャレンジを行うと、ホークアイというコンピューターグラフィックスを用いた自動ライン判定システムのスロービデオが流れ、判定がやり直される。この手続きは、主審がオーバールールを行うのと同様に、オンプレーの場合はラリー中のボールを止めて行う。明らかなエース及びアウトやフォールトの場合はポイントが適用されるが、その他の場合は、レッドとなり、ポイントをやり直す。誤審が判明すればチャレンジする権利は失われないが、判定が覆らなかった場合、その選手はチャレンジ失敗となり、チャレンジする権利を1回失う。同システムは、四大大会では2006年の全米オープンにおいて、初めて導入され、センターコートなどに会場で設置された。2007年には、全豪オープン及び、ウィンブルドン選手権でも導入された。日本では2008年に東レパンパシフィックオープンテニストーナメントにおいて、2010年にジャパンオープンテニス選手権においてそれぞれ初めて使用された。2011年のウィンブルドンにおいては、インスタントリプレイ、エレクトロニックレビューに関して以下のルールが適用されている。なお、チャレンジシステムは、クレーコートの試合ではコートにボールの跡が残るため採用されない。公式の試合において着用する服装はルールにより定められている。清潔でプレーにふさわしいと認められたテニスウェアを着用しなければならないほか、トーナメントによっては開催要項に明記して服装の形や色を規制する場合がある。有名なのはウィンブルドン選手権において白を基調としたウェアとシューズの着用が義務付けられている。これは1884年の初代女子シングルス、優勝者のモード・ワトソンが上下のウェアを白で統一していたことに由来する。また、スポンサーや製造者のマークの大きさも決められており、アディダスの3本線はデザインとは認められず、製造者マークとみなされ、2008年より大きさの制限が設けられている。ジュニアの大会では、原則としてメーカーのマークなどが、胸の位置以外にあるものは認められない。テニスラケットも原則としてメーカー契約選手でない限りメーカーのマークがされたガットを使用することはできない。4大大会を1年間で全て優勝することを年間グランドスラム、複数年にまたがっての達成はキャリアグランドスラム、生涯グランドスラムともと呼ばれる。これにオリンピックの金メダル獲得をも達成するとゴールデンスラムと呼ばれ、グランドスラムをオリンピックの開催年、オリンピアードに達成し、かつオリンピックの金メダルを獲得することを年間、ゴールデンスラムという、さらなる難易度を要するものである。1988年に、当時19歳のシュテフィ・グラフが達成し、この言葉が作られた。グラフの後に達成した選手は、2008年に、車椅子テニス界において、日本人プレイヤーの国枝慎吾が成し遂げている全豪オープン、ジャパンオープン、全英オープン、全米オープン、パラリンピックがグラフが達成したのは年間グランドスラムで、国枝の達成したものはキャリアゴールデンスラムである。諸説あり、1878年、明治11年にアメリカ人教師のリーランドが文部省の体操練習書で紹介した。ローンテニスが最初であろうという説が有力とされている。この後、明治期の日本で調達が困難であったローンテニス用具を安価なゴムボール等の代用品で賄った。これがやがて軟式テニスと呼ばれるようになり、体操練習所の教師であった坪井玄道が普及に尽力し、練習所の卒業生が教師となって、各地の学校に赴任し伝えることにより独自の発展を遂げ、今日のソフトテニスに至る。軟式テニスで育った熊谷和也、清水善三、原田武一、佐藤二郎、山岸二郎ら多数の名選手がテニスに転向し、欧州、米国に転戦し始める。彼らは、その当時においては独特のテニス、軟式テニスで培われたドライブで活躍し、1920年代前半から1930年代後半まで続いた日本テニス黄金時代を築き上げることとなる。1918年、大正7年、熊谷和也が全米選手権において日本人テニス選手として史上初のベスト4進出を果たし、1920年、大正9年には清水善三のウィンブルドン選手権チャレンジラウンドで決勝、現在では準決勝に相当に進出し、世界1位に君臨していたビルチルデンに肉薄した。また、その年に開催された第7回オリンピックにおいて、熊谷がシングルスで銀メダルを獲得し、ダブルスでも熊谷と樫尾誠一郎のペアが銀メダルを獲得し、オリンピックで初めての日本のメダルとなった。翌1921年、男子テニス国別対抗戦、デビスカップの日本チームの活躍は目覚ましく、準優勝に輝いている。日本テニス界の先駆者であった、熊谷和也と清水善三の後に続き、大正期から昭和期へと移行した1920年代には、原田武一が日本を代表する選手として活躍した。原田はとりわけ、デビスカップで傑出した成績を上げることとなる。特に1926年のデビスカップでは、日本テニス史に残る名勝負が繰り広げられた。日本はアメリカンゾーン決勝でキューバに5戦全勝で勝ち、インターゾーンの決勝でフランスと対戦する。当時のテニス界は、フランスの四重士と呼ばれた4人の強豪選手たちが世を席巻し始めていた。原田はインターゾーン決勝のフランス戦で、第2試合シングルスで、ルネラ・コステを6から4、4から6、6から3、9から7で破り、第5試合シングルスでも、アンリ・コシェに6から1、6から3、0から6、6から4で勝ち、この活躍で世界的に有名な選手となった。日本チームは2勝3敗で、フランスに敗れたが、原田のシングルス2勝は大きな反響を呼んだ。1926年、原田武一は、全米テニスランキングでビルチルデン、マニュエル・アロンソに次ぐ第3位にランクされ、世界ランキングでも7位に躍進する。1930年代に入ると佐藤二郎が登場する。佐藤は4大大会でシングルスでは通算5度もベスト4に進出し、ダブルスでは布井良介とペアで準優勝を経験し、混合ダブルスにおいても準優勝に輝くなど、日本の男子テニス選手として空前絶後の世界的な活躍を残し、当時の世界ランキング3位にまで上り詰めたが、1934年、昭和9年4月に遠征中にマラッカ海峡で投身自殺をしてしまう。しかし、同年のウィンブルドン混合ダブルスで、三木隆輝がドロシーラウンドとペアを組んで優勝し、日本人のテニス選手として最初の4大大会優勝者になった。佐藤亡き後は山岸二郎、中野文章が日本テニス界を代表する選手になる。特に山岸は1938年のデビスカップ、アメリカンゾーン決勝でオーストラリアと対戦した時、この年の世界ランキング3位だったジョン・ブロムウィッチを6から0、3から6、7から5、6から4で破り、1937年、昭和12年に山岸は世界ランキング9位に入り、1938年、昭和13年には8位にランクされた。同年にはアメリカのドンバッチがテニス史上最初の年間グランドスラムを達成しており、山岸は彼らに続く強豪選手として高い評価を受けたのである。しかし、1937年に勃発した日中戦争は泥沼の様相を呈し、国内の物不足も顕著になりボールも配給制となった。1939年には4大大会への海外遠征とデビスカップへの選手派遣も中止となり、戦前の日本テニスの黄金時代は終わりを告げた。1941年に日本が太平洋戦争に突入すると、日本国内は戦時一色となり、日本テニス協会も1942年11月に解散を余儀なくされてしまい、翌年から3年間、戦争激化のため大会は中止せざるを得なかった。この影響は日本テニス界を確実に蝕み、今までのような高水準のレベルが維持できないようになってしまい、長期の低迷を迎えることとなる。終戦後には日本において、テニスをはじめとするスポーツも徐々に復興し、1951年、昭和26年からデビスカップの国際舞台に復帰すると徐々にレベルを回復させるようになる。1955年、昭和30年、全米選手権男子ダブルスにおいて、宮城敦、鴨金成のペアが優勝を成し遂げる。1970年代には日本でもプロ選手が登場。そのプロ第1号、戦後初のトーナメントプロである、上和泉純、父が軟式テニスの全日本チャンピオン、本人も軟式出身が世界を転戦する。上和泉は主に WCT サーキットで活躍し、当時のトップ選手だったスタン・スミスを2度破るなどの活躍を見せた。1995年、平成7年には松岡修造がウィンブルドン選手権男子シングルスでベスト8を獲得した。それ以後、日本の男子選手で世界トップレベルに近づいた選手は少なかった。しかし、2008年、平成20年に錦織圭が18歳で日本人最年少ツアー優勝を果たし、2014年、平成26年には全米オープンでアジア男子初の準優勝、同年末にはアジア男子初の ATP ワールドツアーファイナルに出場。初出場で2勝を挙げ、準決勝まで進出するという快挙を達成。2015年には日本人及びアジア人最高位を更新する世界ランキング4位を記録。アジア選手初の生涯獲得賞金$1,000,000,000約12億円を突破した。そして全米オープンでは日本人で初めてのグランドスラムでの第4シードを獲得した。2016年にはリオデジャネイロオリンピックに男子シングルスの日本代表として出場。準決勝でイギリスの英雄アンディ・マリーにストレートで敗退するも3位。決定戦で同大会ダブルス部門で金メダルを獲得したラファエル・ナダルにフルセットの末、勝利し、銅メダルを獲得し、前述の熊谷和也、柏生一郎以来の96年ぶりのオリンピックテニス競技のメダリストに輝いた。女子では1975年、昭和50年のウィンブルドン選手権女子ダブルスで沢松和子と安清村のペアが初優勝した。1980年代から90年代には井上悦子や1989年にプロ転向した伊達貴美子が活躍。伊達は1995年に日本人選手として最高の世界ランキングシングルス4位を記録。1997年には平木理化が全仏オープン混合ダブルスで優勝した。2004年2月、杉山愛が世界ランキング8位を記録し、日本人女子として2人目のトップ10入りを果たした。また、ダブルスとしては世界的な名手と知られ、2000年10月には日本人男女初となる世界ランキング1位を記録した後に2003年にも1位に返り咲く。前述したようにソフトテニス、軟式テニスはテニスが日本へ紹介された当時、テニス用具の国産化が難しく輸入品が高価であったため、比較的安価に輸入できたゴムを材料としたボールが使われたのが始まりで、ゴムボールを使用するソフトテニスは日本が発祥。日本のインド学、仏教学の祖である高楠淳次郎は若い頃、日本で初めてソフトテニス、軟式テニスをした一人としても知れている。アジアを中心に行われていたがプレーされる国や地域が増え、2007年の第13回世界選手権では40を超える国がエントリーした。ダブルスが主体であるというイメージがある。1994年以降はシングルスのルールが整備されている。ルールの一部はテニスのものと異なっている。日本語においてはソフトテニスと区別してテニスを公式テニスと呼ぶこともある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。